さあここからはワルツ所沢 で行われるサタデーマンスリーライブにご出演するブレンドアートの曲をお楽しみいただきます。まずは1曲、ブレンドアートで知りたい。今週のサタデーマンスリーライブに出演するブレンドアートのファースト CD それでもあの頃から知りたいをお聞きいただきました。というわけでここからは今週末ワルツ所沢で開催されるサタデーマンスリーライブの開催と出演するアーティストさんの紹介も含めてお届けしていきます。チャッピンエリアにお住まいの方ならワルツ所沢のことは大体の方がご存知ですよね。所沢駅前の西武所沢店が入っているショッピングミルです。そのワルツ所沢の1階正面入り口特設ステージにて今度の土曜日と日曜日10月29日と30日の2日間サタデーマンスリーライブが開催になります。所沢市は音楽のある街づくりを推進しており、サタデーマンスリーライブは所沢市とワルツ所沢の共同主催として毎月開催されています。 FM チャッピーをお聞きの中にもサタデーマンスリーライブ見に行ったこともあるよという方も、たくさんの方がいらっしゃると思いますが、実は、今回で年内は最後の開催となります。次にこのサタデーマンスリーライブをお楽しみいただけるのは来年の3月となってしまうので、ちょっとね寂しくなりますので、ぜひ今回のサタデーマンスリーライブに足を運んでいただければと思っております。さあ今回10月29日30日の2日間は8組のアーティストが出演予定となっています。今週はサタデーマンスリーライブ直前ウィークということで、毎日このクラッシーで出演アーティストさんをご紹介しています。今日までにもね、2組ご紹介しましたね。そして今日はですねブレンドアートさんをご紹介したいと思います。このブレンドアートさんは横浜出身のボーカル榊司さんとギター&ベースのひろこさん、女性のお二人によるユニットなんですね。ギターの弾き語りや歌、ギター、ベースの生演奏にオーケストラの要素を加えるなど独特の演奏スタイルで活動しています。東京都内での活動が中心なんですが、地元横浜、
さらには私たちのチャッピンエリアにも活動の幅を広げています。先ほどお聞きいただきましたブレンドアートの知りたい、とてもこうやっぱりベースが効いていて、そして声もちょっとだけこうパンチがあって、とてもあの心にズキッと、来る感じの音楽ですよね。もしかしたらチャッピンエリアではこのブレンドアート初登場になるのかもしれませんので、ぜひ、次回のサタデーマンスリーライブでチェックしていただきたいと思います。現在リリースしているのが、今日お聴きいただきました曲も収録されていますファースト自主制作 CD それでもあの頃。このそれでもあの頃、先ほどの知りたいもありましたけども、ちょっとこうね前の声みたいな、そのあたりのニュアンスがこの CD の中に含まれているのかもしれません。そのあたりキュンキュンする方、ぜひこのそれでもあの頃聞いてみてくださいね。またブレンドアートの今後の活動をご紹介しましょう。11月2日に戸塚駅前広場、11月18日に新宿ストレングスでライブがあります。またお二人は個別での活動もされていて、ベースのひろこさんは様々なバンドでサポートベースも務めているということで、現在1ヶ月で10本程度のライブも行っているということです。お二人が揃いますブレンドアートとしての、ライブ出演はサタデーマンスリーライブ、次回10月29日土曜日となりますからね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日は残念ながらスケジュールが合わなくてスタジオにお越しいただくことができませんでしたので、ここでもう一曲ブレンドアートの曲をおかけしましょう。ブレンドアートで2曲目はエスケープリミックスバージョンです。お送りしたのはブレンドアートでエスケープリミックスバージョンでした。それでは改めてこのブレンドアートさんも出演するサタデーマンスリーライブの開催情報をご紹介します。今週末10月29日土曜日と30日日曜日の2日間開催、観覧は無料、両日とも午前11時から午後5時までです。ご紹介しましたブレンドアートさんの出演は開催初日の10月29日土曜日午前11時40分とお昼の12時40分の2回となりますからね、ぜひ、ブレンドアートさんの曲お楽しみいただきたいと思います。他に7組のアーティストさんも出演されますので、詳しく知りたいという方はワルツ所沢のホームページやサタデーマンスリーライブのフェイスブックもありますから、そちらもチェックしてみてくださいね。さらに今回のサタデーマンスリーライブは秋の味覚を紹介する所沢収穫祭との同時開催ということで、所沢さんの美味しい里芋の試食や里芋で作られた焼酎や地ビールの試飲が無料ということなんですね。しかも会場は秋のシャンゼリゼをイメージしたオープンカフェ風に演出されていて、テーブルでの試食試飲を楽しみながらライブ鑑賞もできるという特別な雰囲気をお楽しみいただけます。試飲も試食もライブ鑑賞も無料、もう週末はワルツ所沢へ行くっきゃない。ワルツ所沢プレゼンツサタデーマンスリーライブ開催のお知らせでした。